どうも、ドゥーバップ TV 塚本です。お願いします。何度か動画内でお伝えしておりますが、インディアンジュエリー、靴、メガネ、この3アイテムに関しては洋服屋ですが特別な思いで接しております。今動画ではドゥーバップはなぜインディアンジュエリーなのかといったところを掘り下げてお伝えさせていただきます。どうぞ最後までお付き合いください。時は2007年、ドゥーバップが誕生した年まで遡ります。オーナー中島が店をオープンするにあたり、ジュエリーも展開していきたいという思いがございました。ファッションを好きになるきっかけを与えてくれたメイドイン USA のアイテムたち、ジュエリーもメイドイン USA にこだわって展開したいという思いが強くございました。アメリカのジュエリーなら何かと考えたときに、カレッジリング、インディアンジュエリーがピンときました。ただカレッジリングの場合、ユーズド個体のために安定した入荷が難しく、加えてジッポも展開していきたいと考えていたため、俯瞰して店のイメージを描いたときに、まるで古着屋さんのようになるんではないかなと考えて展開を見送りました。これは古着屋さんの展開を否定しているわけではなくて、ドゥーバップという店を作る上でのこう一考え方です。それで若い頃から身につけて興味のあったインディアンジュエリーを展開してみようという考えに至ったわけです。展開するにあたり、インディアンジュエリーのディーラーと出会っていくことになるのですが、一人のディーラーとの出会いが大きなポイントとなりました。東京は広にショップを構えていらっしゃるロングブランチ森田さんとの出会いでした。ある時、中島は森田さんに、なぜインディアンジュエリーが好きなんですかと尋ねました。その答えに強い共感を覚えました。究極のメイドイン USA って何かって考えた時に、アメリカの先住民族であるネイティブアメリカンが作るものこそ究極ではないかと。確かにその通りだと。スペイン人やメキシコ人に技術を学んだとされるシルバーワークですが、もともとその地に住み続け、文化や風土を取り入れたジュエリーこそが究極のメイドイン USA だと強く感じたわけです。シンプルでありながらも深い考え方に、中島はインディアンジュエリーというものにさらに惹かれていきました。同時に店で展開するジュエリーの柱はインディアンジュエリーで行こうと強く思いました。オープンしてからたびたびアメリカに行く機会はあったのですが、そのうち9割はネイティブアメリカンの方が多く暮らすアリゾナ州でした。アリゾナの地に降りた時に感じる道路の幅の大きさ、赤い土、空の大きさ、そしてネイティブアメリカンの方たちの優しさ、これこそがアメリカだと強く感じました。アメリカにいると半分仕事で半分遊びみたいな感覚になるそうです。こういった半分半分の状態が精神的にも心地よく、視野を広げて物を見れて、中島にはすごく合っていたのだと思います。ビジネスしすぎても EC 入れにはつながりにくいと思いますし、抜きすぎても本末転倒です。森田さんとの出会いにより、インディアンジュエリーの深さ、面白さに惹かれていったわけですが、10年目くらいに言っていただいた一言が非常に印象的でした。ドゥーバップのインディアンジュエリーは限りなく専門店に近く、洋服屋としての枠を超えている、こういったお言葉をいただきました。中島はその一言をきっかけに、これだけの人に認めていただいたからこそ、もっとインディアンジュエリーと向き合い紹介していかなければならないと強く感じたようです。人との出会いや縁があったからこそ今に至っております。選んでいただくお客さん、分けていただくディーラーやアーティスト、たくさんの方たちに支えていただいて、オープンから今日までインディアンジュエリーを展開し続けていられるのです。ドゥーバップは洋服屋ですが、覚悟を持ってインディアンジュエリーと接しております。当店のホームページをご覧いただいた方ですとご存知かもしれませんが、決して売れやすそうな作風や価格帯だけでは構成するのではなくて、しっかりと踏み込んで選んでおります。ですが、クロート向けのみの難しいピックアップだけではございませんので、初めて選ぶ方も安心してご覧いただければと思います。大事に考えているポイントの一つとしては、洋服屋ですので、洋服とスタイリングした際にかっこよく映るかどうかというのはしっかりと考えて展開しております。そして目前に迫ってまいりました年に1回のイベント、ドゥーバップを代表するイベント、インディアンジュエリーフェアです。今年も開催させていただきます。期間は7月3日から11日までとなっております。足を運んでいただいて、来てよかったと感じていただける内容に仕上げてまいりますので、どうぞご期待ください。ご視聴ありがとうございました。